ゆなさん、おはようです。おはよう。相変わらず可愛い格好だな。眠れたよ。起きてすぐにあゆなさんに会えると、あー、幸せ、幸せです。いいね。今日はなんかネックレスとかつけたのに邪魔じゃないのかな。あゆなさん、自分がつけたんやけど、ちょっと心配に。また会いに来てくれたんですね。あー、うん、幸せ、幸せです。いいね。ちょうど今あゆなさんのこと考えてたの。ナイスタイミングです。ナイスタイミング、お疲れ。嬉しい。取って行ってくださいね。うん、桃たちにできること、癒されていくわ。何でも言ってね。そこに追ってくれるだけで癒されるよ。はい、それじゃあ、ちょっと私はガーデニングを。結構ガーデニング好きなんよね。だって水は3回分あったら大丈夫かな。ここ。水をあげるボタンを間違えた。今回は全部新しいやつやっけ？違う？なんかさっき右下の葉っぱがちょっと。あ！お水が足りない。ちょ待って、お水を。お水をってことで遊びます。ババ抜き、カルタ、ダンボール、猫じゃらし。ババ抜き。ババ抜きで。よし、来い。今回の目指す順位を選んでください。1位、2位、3位。1位目指そう、そりゃ。ね。1位目指して頑張ろうね。頑張ろう、頑張ろう。どんなカードが来るかな？トランプめっちゃ可愛いんやけど。ふふ。ふふ。ペアになりそうなカードですね。それでいいです。ふん。これにする。これにする。です。でも結局増えただけやった。見ていいよ。おお、取っていかれた。プーンのやつにする。あ、増えた。決まりです。待って、どんどん増えてくんだけど、私。やばい。9。引いていいよ。悩むんかい。13ないかな？ 13 それ。13ないかな？それだよ。そのカードはいいと思う。マジで？決まり。ペアになりを引くといいです。え、じゃあこれにする。おー、ありがとう。レイです。やった。あー、1位になれなかった。全然そのカードを引くとそれでいいです。きっとそのカードはペアになるです。なんなの、超能力者なの？これは1です。うん、すん。あ、取っていかれた。普通に取っていかれた。それでいいと選びましたね。これにする。ありがとう。悔しいです。上がれた、よかった。おしまいです。そうか、私は邪魔をしなくちゃいけなかったんだね、ももちゃんの。素直に教えてしまった。はい、じゃあちょっとガーデニングの続き、水をあげます。お、咲いた咲いた。蝶々まで飛んできたよ。やったね。ってことで、全部収穫していこう。タンポポ。これは前も育ったやつ。そしてシクラメン。これも前取ったね。そして、カーネーション。これ新しい。やった。そして、ひまわり。これニュー。やったやん。蝶々まで来て。これなんていう蝶々？なんか、あれやない。飛び盛りでよく、島におるやつ。違う？あんな感じじゃない。エリカ、何それ、かわいい。女の子の名前やん。エリカちゃんやって、これ。初めて聞いたんだけど、そんな花。はい、それじゃあ、ちょっとまた植えていこうか。ってことで、ここには、はい、これを植えていく。そして、ここには、はい、四角い種を植えていく。こっちは、四角い種で。そう、新しい種もちょっとゲットしたけんね。それも植えていきたいんだけど、とりあえず、はい、星の種。そして、最後、
四角、腰で。よし、これで OK。さあ、それじゃあちょっとエピソード聞いていこうか。メインエピソードじゃない？これ。入ったー。お手紙書きたいよ。お手紙まで書き出す。素晴らしいやん、猫ちゃんたち。二匹が何かを広げて考え込んでいます。何をしているのかな？かわいい、座っとるの。あ、あゆなさん。うんうん。ミルクたち、お手紙を書いてみようと思ったのですよ。なるほど、誰に？言いにくいことも、文字なら伝えられるかなって。うんうん、私にかな。でもですね。うん。桃たち、文字が書けないのよ。なるほどね。前書いてなかったっけ？気のせいかな。あゆなさんに、文字を教えてもらいたいです。まずペンとか持てるの？その手で持てるの？いいよ。わーい。うん、目がキラッキラ。どんな文字を教えてもらいます？うん。どんな文字？まあ、とりあえずひらがなよね。2匹は考え込んでしまいました。しばらく悩んでから2匹は顔を上げました。思いついた。ミルクもです。何？同じ言葉？あったかくてほんわかしてる。大切なもの。大切なもの。それは家族。家族っていう字が書きたいの？漢字で？あゆなさん、家族って文字の書き方を教えて。うんうんうん、いいよ。家族を書いて文字を教えてあげましょう。書く？ Y ボタン。え、すげえ。ちょ、待って、これめっちゃガッタガタになりそう。L プラス X?X で書ける。か。あ。これコントローラーで書くのめっちゃ難しくね？あ。あ、大丈夫これで。ちゃんとこれ反映されてくれる？そのまんまの字になるんや。マジでそういう感じ？ぞ。あー、待って、消したい。消すどれ？プラス？これで、あ、なるほど。押すだけでいいんやね。書く。X、ぞ。なんかこれ思った。ちょ、待って。ぞ。なんか思っとるところで止まらんのんやけど、あやば。へにゃ、へにゃなんやけど、てか、枠いっぱい。ぞ、もういいよ、これで。めっちゃはみ出したけど。く。あ、これでいい。もういいです、これで。はい。は、バランス。く、ちっちゃ。おう、これが、家族って文字ね。あ、すごい、ちゃんとそのまんまっぽい感じで、そのまんまではないけど。でもなんか、なんだか見てるだけで、多分ほら、層の書き方ってさ、二通りあるやんか。ちゃんと私の書き方で合っとるね。楽しいになってくる文字だね。うんうんうん。え、かわいい、めっちゃかわいい。いいね。二匹は紙にあなたが教えた家族という文字を嬉しそうに何度も書いています。そのうち手紙も書けるようになるかもしれませんね。お、ってことはもう五十音順、ひらがな練習しだす？てか、お絵かきセット渡しとるけど、文字は書けてなかったよね。絵だけ？お、家族レベルアップ！家族レベル10！お、キリがいい数字になったぞ。桃、見つけちゃったの。何を？お魚ハンターで、新しいお魚が釣れそうなところを見つけたの。マジで？まだ、なんか、全部揃ってないのに、魚。どこなんです？どこどこ？山の中の川。うんうんうん。早速行かなきゃ。山ではどんなお魚が釣れるかな？楽しみですね。ヤマメとか？名前的にわからんけど。桃はいっぱい、お魚いっぱい釣るぞ。いいねいいね。ミルクも応援しますです。ミルクは釣らないの？応援だけ？山でお魚ハンターができるようになりました。お出かけ先の山でお魚ハンターが選びます。山でお魚ハンターができるようになりました。ということだから、あ、間違えた。まあいいや。山に行きたかったんだけど、普通に押してしまったエピソード。か、この曲がるところが難しいのよ。ふんふんふん。お手手をくねって感じで回して書くといいですよ。ちゃんとペン握れとんかな、見たいんやけど。あ、うなって感じだけど、うん。
カニ見えるかな。クニャもグニャも一緒だよ、大丈夫。字の練習してるの？うん、そうなのよ。ちょっとずつだけど書けるようになってきたです。えらいね、練習して二人で。あゆなさん、桃たち発見したのよ。何？家族っていう字、三つのひらがなでできてるです。なんだか、あゆなさんとも元ミルクちゃんみたいだよ。あ、なるほどね。家族の差があゆなさん。家族のゾは桃ちゃんです。なぜ？順番的にってこと？家族のふわミルクちゃん。だから仲良く並んでる感じで書くです。なるほど。あ、ちょっと差が大きくなったかも。大丈夫、私もバランス悪かったさっき。あゆなさんだから大きくてもいいです。そういうこと。よし、できた。なるほどね。できたです。はい、あゆなさん、桃ちゃんとミルクからのプレゼントです。家族っていう字。あ、違うの？プレゼント？何？あ、二人で書いたやつ。家族カードをもらいました、ありがとう。ゾの書き方が変わっている。大好きな、自分たちで直したの？家族を練習したの。うんうんうん。ゾと、ふが難しかったけど。私ここに書いてあるゾの書き方やもんね。それじゃ、全部です。確かに。ミルクのその顔久々。なんとか、頑張ったよ。頑張ってる、頑張ってる。どうですか？お手紙なのか、これは。うん、いいと思う。嬉しいよ。わーい、わーい、猫たちも嬉しい。猫たち、自分たちのこと猫たちっていうね。喜んでもらえたです。まあ、猫だけども。いろんな字が書けたら、いろんなことが書けるよね。まず50個文字を覚えんとね。また字を覚えたら、お手紙するね。ことは文字を覚えたら読むこともできるようになるってことよね。その辺の看板とかおもちゃとか。いいね、どんどん成長してくわ二人。さあ、それじゃああれなんですよ、私山に釣りに行きたいんですよ。次家族レベルが11になったらまた増えるんやね。なるほど、長靴も擦れてしまうんやね。あ、すごい綺麗、川食いついてる。川？山？あ、全然違うとこやった。全然違うとこやった。ちょ、待って、久々すぎてちょっと感覚が。そうよ、来い。食いついてる。あー、そっか、最初は連打しないといけないのね。すごいです。何？お、ブラックバス？すごい。あれやん、小学生の頃とかね、ブラックバス釣りたいみたいな、めっちゃ男子たち寄って、なんか流行っとった気がする。何が釣れるかな？いっけーい、頑張ろう。なんかちょっと魚影の形変わった？気のせいかな。あ。なんだフル。なになに？紅白の錦鯉。おー、めっちゃすごいやん。お、お魚ハンターレベルアップしたよ、やったね。さあ、それじゃあ、あと2種類釣れるかな、ここ。来いよ、来いよ。暇だ。はい、来たー。残念です。ああ、早くなった、早くなった、つら。普通にミスやね、今の。来い、来い。暇だ。あ、オッケー。すごいです。ああ、一緒や、紅白の錦鯉。くぅ。お金はどんどん溜まっていきよるね。よし、来い。なんかちょっとでかい？気のせいかな。今です。は、いい感じじゃない？すごいです。なになに？お、一緒やった。一緒やった。くそー。違うのが釣りたかったんだけども。錦鯉ばっかり釣れるね。もっと他にいないんですか？今です。あ、どうよ。やったです。あはは、錦鯉だらけや。何？他のは釣れないの？でも一応、あー、違うのか。今回の記録63センチ。え、もうこの餌最後なんですけど。もうこの餌ないんですけど。食いついてます。早い、
早いよ。なに？ワンダフル。お、うなぎ、うなぎ屋やったね。一応なんか、速さとか、あれか？魚の種類によって違うってことかな。そういうことか。きっとそういうことやね。来いよ。食いついてます。早い。やった。なになに？お、金のアロワナ、めっちゃいいやん。超いいやん。お金も稼げるし。はい、じゃあちょっと今回は、これぐらいにしておこうかな。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、猫たちどんどんできることが増えてく。なんかそのうちあれじゃない？人間抜かしてくんじゃない？